藤井聡太棋聖と木村和樹王位の対局での一手に、橋本貴則八段が大賞賛、王位戦第4局1日目で驚いた内容とはでは、早速行ってみましょう。藤井聡太棋聖と木村和樹王位の第61期王位戦第4局1日目が、8月19日、福岡県福岡市の大堀公園農学堂にて行われた、 先手番の木村大井が初手は26歩と指すと、木村大井が得意とする相掛かりで失効。23手目で木村大井は25歩と中段に飛車を引く。そこの29手目で15歩と回るなど、この一局の並々ならぬ姿勢を感じさせる指し回しを見せた。その後、藤井棋聖が1時間ほどの調考、そして32手目の86歩を打つと、 木村大井も37手目を1時間長考の末、8号歩と打つなどの展開の後、42手目で藤井棋聖の封じ手となった。1日目の対局を放映したアメーバで解説者としていたのは橋本隆則八段だ。午前中の解説では、今日はあまり藤井君を褒めないようにしたいと宣言したが、気づけば藤井棋聖を称賛してしまっていた。 特に大絶賛だったのが、画面上に表示される AI による形成判断が、藤井規制4号、木村王位55となった際、橋本八段はそれまでの展開を踏まえた上で、この形成だとしたら、神レベルに強いということになりますねと表し、藤井規制が一手指して互角になると、50、50になするのを知っているとしか思えないとも表現していた。 ここからは私の感想なんですが、本当にすごいですね、これは。ここまで来ると、橋本八段が神レベルと評するのもわかります。もはや、藤井騎士の将棋は異次元。本当に今後がどうなるのか楽しみです。以上となります。いかがだったでしょうかよかったら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。